藤原麻呂は、奈良時代の苦行。名は万里とも記される。右大臣、藤原不人の四男で、藤原四兄弟の末弟。官位は、十三味、三義藤原京家の祖。養老元年九月に、美之助在職中であったが、元祥天皇による陶器軍多度山の備前への、行行があった。同年十一月に、 李仙は大隅に遭うということで大赦が行われると、共に養老と改元される。さらに、身の守る、龍麻炉と共に、少女されて、麻炉は、生六位下から二回昇進して、十五位下に除舎された。養老四年八月に、父の右大臣、藤原不人が皇居すると、翌養老五年正月に不人の子である、藤原四兄弟は、 それぞれ大幅な過剰を受けるが、中でもマロは一挙に5回の少女により、14以上に除せられる。同年6月に、左右京大部に任せられた。人気元年、聖武天皇の即位に伴って、ムチマロ、ふささきが、正蔵くらいに少女、翌人気2年には、エゾ政党の功労により、馬会が、十三味に除せられると、聖武朝初頭に、兄たちが苦行として、 順調に昇進する中、マロのみ4位に止まりしばらく昇進の機会がなかった。人気3年正月に、マロが大部として管轄する教式が白ネズミを、献上すると、間もなく、献上の功労によるものか、マロは2回昇進して、正4位以上に除せられている。人気6年長屋王の変後の3月に行われた、ジョイにて、十賛美に少女され、苦行に列す。 同年6月に再びマロが管轄する左教式が甲羅に天皇北平落百100年との文字のある亀を献上する。同年8月にこの亀は大随のものであり天に座す神、地に座す神からの前生への祝福の証として現れたとして天平への改元が行われる。政変を経て発足したムチマロが主導する政治体制が 天地の神によって認知されたものであるとの印象を、正解に宣伝できる点でも、この随称は、効果的であったと考えられる。さらにこの随称は、同月に行われたマロの妹である、光明皇后の立皇にもつながったと見られる。天平2年9月に大納言、多治比池守。天平3年7月に、大友旅人が没し、恒例の中納言。 安倍皇帝を除くと、地大上幹事、トネリ親王のもとに、犠牲官は大納言、ムチマロと、三義、ふ崎の二人のみの状態となる。こうした中で、同年8月に政務を担当する苦行の減少から、事務の管理が困難になったため、政務担当能力のある者を推薦する、胸の直が出される。ここで、官人らの推挙を受けて、兄、馬会と共に、 マロは三義に任せられる。また、三義任官前に、兵部教に任せられており、同年11月に、機内に総管書道に陳武士が設置されると、三院道陳武士も兼ねた。天平八年、聖武天皇の吉野行行が行われるが、マロの火星機関が、監視に代わって、調度品の調達や運搬した駅舗に対する食料の支払いなど、 強行の支援業務を行っている。天平5年12月に、それまで埼上川河口にあった出羽作をさらに北の秋田村高清水の丘に移設し、小月郡を県軍したが、道の区国から出羽作までの往来に時間がかかるようになってしまっていた。この状況の中、道の桑瀬知県鎮守将軍、大野東人が道の区から出羽作までの直行路の構築を権限した。 これを受けて、天平を9年正月にマロは、自節大使に任せられ、多賀作より、小月村を経由する道の区から、出和国への直通路改作事業を行うために、東北地方に派遣される。2月に、多賀作に到着すると、同月から4月にかけて東人が遠征を行い、大宇三脈を横断して男勝村の絵像を基準させ、大宇連絡通路を開通させる。 これを受けてマロは4月中旬に政党の官僚と挑発した兵士の解散を創上している。その後、5月末から6月初旬頃に帰郷したと考えられるが、帰郷後間もなく、当時代流行していた天然党にかかり7月13日に皇居去年43。最終官位は、三義兵部教授3位。4兄弟が短期間に、 相次いで死亡していることから、相互に、見舞いのために訪問し合った際に感染したものと考えられる。藤原京家は、マロが、教式大部だったことに由来する。弁絶に恵まれ酒と音楽を愛した。上には、聖書ハベリテ、下には、献身あり僕のごときは何をなさんや、なおこと酒をこととするのみと語っていたという。欲や、 上昇思考に乏しい自虐的とも思われる性格は、元天武天皇の夫人であった、藤原五百十娘と、イボ兄の夫婦との間に生まれ、尊卑文脈で、三つとも記されるその出生が影響しているとの見方もある。歌人として、万葉集に三種の和歌が、開封層に五種の監視作品が再録されている。中期のないものは、俗に本記による。 尊辟文脈による、ありがとうございます。